賢者と愚か者の違いっていうのがあって、みんな賢者になってるんです。なぜかというと。一手打っておくということが大事なんです。このことの二面性ってあるでしょ？陰陽マークってありますよね。色と白の長玉のマークです。あれはね、人を表現してます。人は清らかさといやらしさを合わせ持つ存在だということです。どんな人でも、お坊さんでも、どんなお客さんでも、我々もそうです。そして物事は白と黒の二面性がありますので、相手が黒と思っても白い部分をしっかり言っていくっていうこの一打。これでね、すべてが収まるかどうかわからないです。一打打っておくというのが大事なんです。僕20年前からこの商売やってますけどね、20年前よりも確実に人って賢くなってるんです。はい。どんなかというとスマホで賢くなってます。電車でスマホ見てるでしょ。ね、困ったらずっとね、悩み全部スマホに問いかけてるんですよ。全部解決していってるんですよね。でね、賢者と愚か者の違いっていうのがあって、賢者っていうのは、人の経験を活かせる人なんです。人の経験から学べる人、これが賢者。愚か者は、自分の経験からしか学べない人、これが愚か者っていうんですけど、みんな賢者になってるんです。なぜかというと、レビューが見れるから。検索したら他の人の意見が見れるんです。不安だと思ってね、例えば、教材詐欺とか出てくるから、うわ、出てくるんですよ。それで自分の不安を肯定化するように、いろんな人の意見がついて、さらにそれが強力になるんですよ。だから、そこのスマホ対策っていうのは必ずしといてほしい。このスマホをすることによって出てくる、悪いこと。それがあなたの捉え方なんだよっていうことを、しっかりお母さんに分からせないと、後でスマホ検索されてキャンセルになってます。だから、こういった時代に、しっかりそこのね、投稿してください。この下の概要欄から LINE アットを登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から LINE アットに登録して3つのプレゼントを手に入れてください。